プレジデント・シンラは市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満を溜め込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカブツ、我が社の誇る最新鋭の大型機動兵、エアバスターによる倒壊制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% と想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達、侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。好きなようにニュースを捏造するぞ。悔しい。いや、そうはいくかよ。どう？崩壊制裁っていうか、あのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ端に書かせてやろうぜ。ああ悪くない。ハイデッカー動作より通達、速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろ。繰り返す。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。ハイデッカー動作より通達、速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返す。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。ハイデッカー動作より通達、速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返す。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。さっさと運び込め。ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。 B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命
あいつらが何してたか調べるぞ。パレット・クラウド、これ見て。何拾った？カードキーだ。おお、取っとけ取っとけ。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。待てよ、整備の邪魔すんだろ。動かせそうか。
カードキーがいる。拾い物の出番だな。 M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。M ユニットを廃棄ルームへ輸送中。 M ユニットを廃棄ルームへ輸送中。私たち今も見られてるんだよね。撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。
ンダロンがぶっ倒す。うん、カット。消えろ。当てる。邪魔だ。仕上げだ。悪いな。やっ、叩き切る。この調子でいくぞ。次は勝とう。7フロア発送開始。了解。 D8 フロアの物資が届かず通信不通、至急確認願う。侵入者だ、捕らえろ。こちら T7 フロア、侵入者が発生状態に突入。うわっ、終わりだ。終わらせてやる。操作盤も2つだね。シャア、邪魔し放題だぜ。まずカードキーを探そう。見つかった？1枚だけ。操作は1度だけか。リフトは2つなのに。クラウド、決めて。リフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。通称ビッグバン。捨てれば弾数を減らせる。
バーを配置しました。ハイデッカー、黙ー見ろ。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの、 AI コアだの、結果もな。いただいちまうか。部屋が見つかれば。リフト操作にはカードキーが必要です。みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。
続けていくぞ。やってやる。思いっきりやってやる。この、こっちだ。引き寄せ。沈め。消えろ。おととい来やがれ。こっちの荷物は AI コアだって。行動制御プログラムの部。素早いロボット、それは怖いね。どれを捨てるのかよく考え。ハイデッカー悔しがるね。